なぜデジハリに？デジタルハリウッド大学って私立の星の第6志望欄に書く。メガキャンしてるってこと。やばいやばい。編入募集をしてるのがデジハリしかなくて、全部外注なんですよ、授業が。ただ何にやっぱりちゃんと施設がその学校をレンタルしてるってことですから。英語をめっちゃやらされます。さて始まりました、ムチチャンネル。さあ、今回はアイドル失格のエンジテアです。アイドル失格のルーです。はい、あ、今日は2人なんですね。前コメント欄で叩かれたからもうみんなやられちゃったのみたいな。2人だけ残ったのヤニカスグリいなくなっちゃった。実は今日ヤニカスグリで生誕祭があって。あ、さっき生誕祭だったんですか。そうなんですよ。で、ライブして今撮影というか。あ、そうなんですね。ヤニカスグリなんだ、言ってくればなんか買ってあげたのに絶対今後悔してるね、絶対後悔してる。じゃあ今回ですね、なんとエンジテア、ね、一番コメント多かったのはデジハリに関することが圧倒的に多かったという、ね、本当にいるんだっていうことで、デジハリどんなんかを聞きたいなと思って、知られざるデジタルハリウッド大、まあ元々はねデジハリではなかったんですよね。あ、そうです。愛知県立大学っていう中くらいの国公立にいました。でやばい幼少期を過ごして。そうですね、はい、本当にお金が全くない過ごして、いろんなところに住んでたという。それで奨学金で全部ね行ってますから。あ、はい、そうですね。やっぱ国公立とかは奨学金が体制がちゃんとしてる、うん、借りてる子とかも比較的多いのかなって思うんで、うん、それこそ私が通ってた愛知県立大学は公立だから国立とは別の制度とかもあって、うん、めっちゃ組み合わせると本当に0円で大学に行けてたから、すごい、めちゃくちゃいい大学だと思います。そんなめちゃくちゃいい大学を蹴ってなぜデジハリに？なんかそもそもコロナが悪いんですよ、全ては。コロナがなければ私はちゃんと愛知県立大学を4年間で卒業して、うん、公務員とかになる予定だったんですよ。ちょっと公務員になる予定だった人の格好じゃないよね。なんかコロナで遠隔授業になったじゃないですか、はい、そうですね。それで、愛知県にいなくても授業が受けれる。その時にちょうどなんかベンチャー企業から普通で働かないかと。おで、スタートアップで当時3人しかメンバーいなくて、はいはいはい、なんかめっちゃ怪しいじゃないですか、うんうん、でそういうのちょっと好きなんで行ってみようと思って。え、なんでオファーがあったの？そもそもエンジテアが一人で YouTube チャンネルをしていて、はいはいはい、その動画を見たそのスタートアップの方が、どうみたいな感じで声かけてきたみたいな。昔その働いてたインターン先が YouTube 授業をやりたいってなってて、 YouTube できる子を探してて、私たまたま YouTube やりたての時に結構ちゃんとデザインとかを決めてから出してたんですよ。はいみたいな挨拶からあって、サムネとかも可愛い感じで、へえ、エンジンエンジテアですやってほしい。エンジンエンジンとか泣くかな、わかんない、わからんけど、それがいいねみたいになって、全部自分でやってるのすごいってなって、YouTube 授業やりたいから来てよって言われて、でも来てよって言われた先が東京で、行っちゃおうみたいになって、エンジテアってなんすか、行っちゃおう、あ、行っちゃおう、行っちゃおうってナダル、行っちゃってるちょっと声に似てるな。言われたことある、本当に言われたことある。そしてね、はるばるはるばる行って、その後にその YouTube とか Twitter でツイートとか投稿とかしてたら、アイドルやりませんかっていう DM がめっちゃ届くようになったんですよ。もともとアイドル好きだから OK、と思って、はい、そっからアイドルになるわけですね。あ、そうです。アイドルやってインターン先での編集とかデザインとかもやってて、軌道に乗っちゃったんですよ。はいはいはい。で、なんかコロナが就職してきて、就職しちゃったの？就職ジョブハンティングを就職してきて、帰らないと必修授業が受けられないってなっちゃって、はいはいはい、一旦休学したんですよ。で、そのままアイドルとかインターンとか続けてたら、なんかもっと軌道に乗っちゃって、はいはいはい、で、アイドル失格っていうのを、東京に来て2年目ぐらい立ち上げちゃったんで、うんうん、わー、愛知帰りたくないみたいな。でもこれ以上休学重ねても大学卒業するのがどんどん遅くなるだけじゃないですか、うん、どうしようと思って調べたんですよ、はいはい、この辺の大学で編入できそうで、なんか私もともとフランス語学科だったんですけど、言語学とかが好きで勉強してたんで、言語学系の学科か、今仕事でやってるデザインとか動画編集とか、うん、制作系の大学、まあ、美大とかに行くか悩んで、うん、あの千葉大をまず受けたんですよ、はいはい、一旦千葉大受けに行ったら落ちちゃって、あーってなって、
そのあーってなってる時期くらいで編入募集をしてるのがデジハリしかなくて、その理由だったんだ。なんかすごい無限に編入募集してて、いけると思って、いけると思って慣れてたんですよ。デジタルハリウッド大学って私立の模試の第6志望欄に書くやつみたいなイメージがあったので、なんかデジハリならいけんじゃないみたいな感じになったら、なんかデジハリに詳しい知り合いみたいなのが出てきて、おいおい、デジハリ割とちゃんとしたとこだよみたいな、今 F ランじゃないよみたいな言われて、そうなのみたいになって、勉強しようって言って、ちゃんとポートフォリオとか作って、志望動機とかも作って、デジハリの編入試験を受けたら受かったんで、ラッキー東京残れると思ってそのまま入りました。その編入試験はどんな感じだった？編入試験は事前に志望理由書とか活動経歴みたいなのを出しました、はいはいはい、あとポートフォリオで今まで作った作品とか、その出したものを前提に私は試験の面接で何か言われると思ったんですよ、ね、はいはいはい。そしたら試験の面接始まって、名前言って、なんで入りたいんですかみたいな、こういう理由ですって話したら、もうその後から、でも君大学来なさそう。あ、なるほどね。いやでも私は戦略的にアイドルがやりたいので、大学で学ぶことで気持ちだけじゃなくて学習面からアイドル失格というものをなんか開花させていきたいんだみたいなことを面接言ったんですけど、でもそういう子は大学来ないからみたいな一点張りで、なんでこんなに来ないと思われてるのみたいな、なんかもう君は大学に来なさそうだから、途中で辞めそうだから、あんまり入れたくないってことをずっと言われてて、私の作品の話とか何も聞いてくれないのみたいな。今メガキャンしてるってことで、やばい、よろしいですか。でね、愛知県立大に編入の届けを出すわけじゃないですか。はい、分かりました、辞めますみたいな、届けを出した時に、もともとやっぱり休学とか、東京行っちゃうとかが少ない、いい子が多い大学だったんで、変な子みたいな感じだったんですよ。そもそも今度は何かなって思ったら、多分編入するんでみたいな感じで話したら、次のところはじゃあどこに行くんですかって聞かれて、デジタルハリウッド大学ですって言ったら、それは大学ですかって言われてすごい、それがすごい、大学ってついてる確かにね。で、授業はじゃあどうなんですか、こっからいいことを多分言ったり、授業は本当にちゃんとしてるんですよそれがね、なんかちゃんとしてないみたいなでも本当に多分なんか名前とかでなんかバカそうみたいなイメージがあるだけで、中身自体はちゃんとしてて、そもそも株式会社が建ててる大学なんですよ、はいはいはい、このなんか制度が珍しいらしくて、だから大学に専属の研究者がいて教えてるっていうよりは、全部外注なんですよ、授業が、だから先生とかも大学に普段いない、外注って外の虫って枠やつが絶対怒られる大学法律の授業だったら弁護士の人が授業をしてくれるとか、一般教養で歴史だったら青学からその研究者借りてきてお話ししてもらうみたいな感じなんで、それぞれちゃんと専門の人に頼んでるんですよ、それこそだって落合先生とかも、ああそうだ、あ、陽一、はい、うん、来てきたとか、そう、落合ゼミっていうの、福士君じゃなくて、福士君じゃない福士君じゃないまた検索しなきゃここに福士君今出てる落合の息子だよね、はいはい、うちの方の落合さんがいて、はいはい、でもちろんその人も大学にいるとかじゃなくて外注なんで、ゼミとか担当してる授業だけ落合先生がやってて、デジハリでは多分落合ゼミに入ることは偉いみたいな、ヒエラルキーの上みたいになってるんだと思います。何が研究できるんですか、デジハリ。結構何でもできるんですけど、まず普通の理系になるわけですね、文系か理系か、いや、いや、それもわかんない、プログラムができるコースと CG とか VR、うん、メタバースみたいな、あ、メタバースね、東大も作るし、 e スポーツとか、私も単語しかわからないんで書いたことなんですけど、一個聞いたのが、授業がすごく面白いというか、この前なんか秋葉原行ってなかった、あー、メイドカフェ行ったやつだ、そう、授業で、はい、どうして、現代文化特別論みたいな授業があって、その授業は 1,2 回くらい有名人をゲストに呼んで授業をするみたいな感じで、その時のゲストがひとみさんっていうアットホームカフェのレジェンドメイドさんだったんですよ。あー、全然わかんない、ひとみさんって言ったらもう完全小室ファミリーの方が浮かんでたけどやってきて、その人の、まあ、なんかお店だからアットホームカフェっていうメイドカフェに行って授業を受けるみたいな、でメイドカフェ体験っていう授業がありました。いいですね、こんな授業が存在するんですね。なんかアットホームカフェはメイドのなんか大手っていうか最大手みたいな、メイドカフェの一番強いところです。この方ですか。はい、しかもこの方多分40歳くらいなんですよ。そうなの、すごいですよね。正確な年は分からないんですけど、20年前に初めてアットホームカフェに入店、働き始めた、萌えって言葉を作ったのはこの方らしいです。へー
一文勝ちじゃん。間違いない。じゃあまあいろんなことができる。ここがおすすめっていうのはありますか？もうここデジハリはおすすめか。それこそやりたいことが明確にある人はとても向いていると思います。なるほど。なんか漠然と何やっていいのか分かんないで入っちゃうと、何かやってる人が多いから取り残されちゃう感があるんですけど、これをやっててこれを聞きたいんだっていう具体例がある子なら相談したら聞いてくれるし、うん、部屋とか施設とかが豪華なんですよ。うわー、そうだね。てか私びっくりしたんですけど、うん、学費の中に施設費、うん、はい、ありますね。あるんですよ。もう国公立ないんですよ。あー、なるほど。へえ。もう本当に授業料、あとまあなんかあって5000くらいの保険とかなんですよ。なんで最初に学費の請求が来て、授業料、施設利用料、なんとかかんとか年会費みたいなの。ええ、なんか下げられてるみたいな。ちょっといいところ言う。で、下げられてるのかなって思ったんですけど、お金取るなりにやっぱりちゃんと施設が充実していて、なんかどこの部屋もレンタルできるんですよね。すごい。だからそれこそアイドルでレコーディングしたければレコーディングの部屋あるんですよ。はい、うん、それいいですね。じゃあデジハリでそういうのをやれたら面白いな。パソコンも Mac Pro と。一回その聞いたのが、ただ学校が借りられる。ああ、そう。八王子の方に廃校になった小学校かなんか持ってて、その学校をレンタルすることができるんですよ。すげえ。じゃあいろんなね、ロケに使えるわけですね。そう、ロケがタダでできる。ただでできんの？あ、そう、0円なんですよ。すごい、うん。じゃあもう YouTuber には持って。持ってつけじゃない、持ってつけじゃない、売ってつけじゃない、売ってつけじゃないですか。ただ平日しか使えないんで。なるほど。何つくは多分イベントとかに使ってるのかもしれないんですけど。じゃあ撮影しましょう。でもすごいのが、学生が一人いれば外部の人を何人連れてきてもいいんですよ。やった。だからそれこ そ森哲先生の授業を受けるって人はさつデジハリの学校に行って。わ、すごい、八王子遠い。ただまあそういう企画はできますね、いろいろ。もう今ので、はい、いろいろ企画もできましたから、それこそね、森哲先生が手を読んだらいくらでも借りれるってことでしょ。やばいよ、これもう DM めっちゃ今日いろんな人から友達になってくださいっていっぱい来ると思われた。そんなことできる。語学はあるんですか、英語とか。めっちゃあります。めっちゃあるんだ。種類が豊富っていうより、前の大学は外国語学部だったんで、うん、フランス語とアラビア語と英語とかだったんですよ。でも今の大学は英語をめっちゃやらされます。せっかく私デジハリに編入したのに、取ってる授業ほぼ英語です。あ、そうなんですね。英語の授業が厳しいんですよ。あ、そうなんですね。語学、これが罠で、私前の大学だと学力的に下の方だったんで、多分下クラスだったんですよね、英語の。なんですけど、今の大学だとデジハリだとそこまで別に下じゃないから、上のクラスにいるんですよ。でも上のクラスってデジハリすごい留学生多いんですよ。留学生と一緒に取る英語の授業なんですよ。あ、はいはいはい。だから先生も全部英語、はいはい、シラバスも指示も宿題もメールも全部英語なんですよ。確かにそれは大変だ。でも私全然そんなにめちゃくちゃもともと英語できるとかじゃないんで、勉強して対策して試験受けたらできるみたいなタイプなんで、そんなナチュラルに英語喋られても全く聞き取れないし分かんないんですよね。はい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 、そんなデジハリぜひ皆さん目指してみてはいかがでしょうか。はい、そしてここはアイドル失格という、アイドルという非常にややこしい、ややこしい、はい、やることになりますので、はい、そちらのリンクも貼ってありますね。はい、お願いします。見てください、見てください。ではルコは受験しますから、はい、大学受験しますんで、実は勉強中です。はい、今日も勉強しましょう。いや、ありますか。